さあ、続きやっていきましょうか。死んでるところからスタートでごめんなさい。ブルホスでございます。ということでね、なんだ?これさっきゾイ、ちょっと続きでやってます。ゾイをさらおうとした変態野郎じゃねえか。これジャック説ある?あ、てかジャックか。そういえばジャック。いいよね。エロかったよね、今のね。たまらない。ゾイっていくつなんだったっけ ?20 代半ば?後半くらい?でも、兄貴って言ってから、ルーカスの妹だもんね。くたばれ、この野郎。ということで、どこまで進めていくのかよくわからないんですけど、とりあえず、前回は、ちょっとミスって、そう、あいつを始末するやり方をちょっと間違えちゃって、普通になんか、リッカーにぶちのめされちゃったところがあったんで、まあ、そうならないようにだ、気をつけていきたいですね。んでんで。よいしょっと、オッケー、相変わらず脳筋ゴリラファッキン、ゴリラ。で、芋虫。んで、あれ?あいつはどっちにいたんだ?どっから来たんだ?ああ、後ろ振り向いてんだね。じゃあ今のも見えてるだべ。思いっきり、ぬわーって攻撃出してる。頭ブランチャー。はじめから頭いけし。で、こっちはくるっと回るだけですかね。こう戻ってきてるよね。特にアイテムも落ちてなさそうだ。オッケー。めっちゃ死んだ後ある。んで、あれ?ものすっごいこっち見てなかった?あいつ。あれ、あいつを後ろからやる手段ないのか?てか、あの距離で見えてないのか?もしかしてお目目ない?いるね。思いっきりいるね。うら、うら。全然気にも留めやしね。あれ?存在消されているもしかして。んなことあんない。んなことあんない。よし。じゃあ行くか。あ、これ使うのか。これ何?ほう。おりゃ!下手くそー!下手くそー!ちょっと待って。やばい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 。バレた、バレた、バレた上に上バレた、あれ、どこ行ったどこ行ったどこ行ったあれ、どこ行ったあれリッカリッカあ、いた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 。おら、おら、おら、あれ、どこ行ったおら、てか、全然パンチ当たらん。全然パンチ当たらん。いた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 。強い、強い。よし、いった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 。いった、いった、いった、いった。うわー、体力高いのねー。うひゃー、強えし、外すし、下手くそだし、マジか、うーわ。まあ、さ、やっていこうか。くそ、まさか。くたばれっこの野郎。ちょっと予想だにしてない事態が起こっちまったな。やっちまったな。くそ、そんなことになるとは思ってなかった。恥ずかしいったらありゃしない。まあ、そういうこともあるよね。うるうる結局バレてるのが落ち出す。こっちに引き寄せればもう問題はないんだ。パンチ寝てる。踏みつけ、踏みつけ、あ、踏みつけ、うん、いけたいけた。踏みつけられりゃ何の問題はねえよな。オッケーオッケー。んでよし、ゴリラ、We are Gorilla. We are... あ、なんか一人で盛り上がってる。あ、さて、ちょっと上目を狙った方がいいのかな。さっき下すぎたから、この辺りで、おーい、おー、気持ちいい。いけたね。よしよし。いけたのはいいんだすが、無理だね。ニュルンって出てきたな。よし。これはまた、パンチパンチ。よし、オッケーオッケーオッケー。んで、あ、セーブポイントあったのか。くっそ。前回死んでなかった、ここ行けてたな。やっちまったな。これ何 1% ってどうなんだろうな。100発殴って、ようやく、だっていう感じだもんね。よし。んだは特に拾えそうなアイテムもないので、降ります。よいしょっと。
んで、なんかあるね、薬液。はあ、汽船へ保管。あ、めんどくせえ。汽船の中か。野営地にあるって言ってたんで、汽船の中。めんどくせえことして。情報共有ガバガバアンブレラってことですね。よくないよ、そういうのを。ちゃんと末端の人間にまで情報が伝わるような関係性を築いておかないといけないのに。なんだこいつ、よくもやってくれたな。でかっ。あれ、ジョーより。お、痛い痛い痛い。急にパワーアップしやがったようにやろう。おらおら、攻撃の隙を与えない。攻撃の隙、痛い、与えてる。痛い痛い痛いって。いきなりボス登場。おら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 、右フック、右ストレート、右フック、右ストレート、左パンチ、アッパーカット、適当に殴るぜす。おらおらおら、あ、よし倒れた倒れた。思い知ったかこのクソ野郎。思い知ったかクソ野郎。まあ後で気づくけど、実は自分の弟だったっていうね。なんかこんな姿になったとしても俺弟殴れる自信ねえな。二人いるけどさ、こっちも無理だと思う。そう、おお、何？嘘だろ。え？もう大人。早っ、読みがいった。え？もうジャックじゃん完全に。まあ、ジャックなんだけどさ、ジャックなんだけど、え、こんな生き返ってくるの早いの？キッズ再生能力高すぎるやろ。あー、やべて、二段攻撃か。やばい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 。やばい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 。ネロ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 。はーい、えー、復活してくんのこいつ。厳しいわ。そして今なぜかストーブが止まった。今日ちょっと特別寒いんすよ部屋が。これ、え、もう一回。早っ、恐るべき速さ。マジっすか。こっち来る。向こう行った。バイバイ。オナイン、はい。オナイン、はい。こっち、あー、ワニッチ、ワニッチ。パクパク、ワニ、ワニ。さし。ワニとは確か物理攻撃ができなかったはずなんで、こう入ってって。特にでも預ける必要なアイテムないもんね。あー、清浄されてる。あ、やった。ゴリラパンチがさらにゴリラに化していく。ゴリラの上ってなんだろう。オラウータンとか。いや、オラウータン、いや、ゴリラが結局一番強いんだよな。で、正面にいるね。おおおおおお、ビビった。うお、ちょっと待って、はい、牙切って。おお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 。ワニの牙には勝てなかったか。クソ野郎。ワニに対抗するために。ごめん、急な声のボリュームで、びっくりさせてしまった方、大変申し訳ございませんでした。時々絶叫します。時々どころか、だいぶ普段から絶叫するけどな。クソー、しまったーん、やらかしたーん。聞いてないよー。ワニ強い、怖い。早。早かったね、今、ワニね。こっち向かってくるスピード。よし、これは、釣り道具で、それを攻撃してる間にとか無理だもんね。これ2本じゃ足んないんじゃないか。てか、3体出てきてるってことになるでしょってことは。1体超避けなきゃダメじゃん。うい。出します。で、これ今さっき草むらのところから出て、左から視界良好な場所を見て、間抜けていったら、大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫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 。動かないワニなど怖くないのです。わかんな、バイオ5のトラウマ再びなんだ。おりゃー、なめんな、くそったり。うら、あ、でも槍が1本しかね。槍貴重やな。あ、まだ泳いでるよ、泳いでるけど。うりゃー。あ、ちょっと待って、なんかない、なんかない、どっかない。また端っこの方行ったら、こう、食われないで済むとか、やり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 、どっかない、やり、やり、やり、くそ、だろうね。情けですね、くそ。ちょっと、いける？いけるよね。
行け、逃げろ、走れ、ダッシュ、よっしゃー、きっとなんか一瞬画面が暗くなったな、気のせい。これ登ってったら次に進むあれっぽいけど、とりあえずじゃあこっち行ったら、あ、ここかい。なるほどな。まあちょっとじゃあ微妙だけど修羅場をクリアすることができたっちゅうことで、一旦ここでセーブして終わりにしようかな。多分あのはしご登ったら船に入るんだよね。ってことは船編はじゃあまあ次回パートでやっていくっちゅうことにしておきましょうかね。ということで、まあちょっと死んでばっかりで申し訳ないんですけど、まあぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンで応援してくれたら嬉しいです。ということでまた次回パートお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。